はい、今回は iPad 2018年モデルの画面からスタートになるんですけれど、こちらのね iPad の紹介ではありません。で、今日では何のね紹介やるのかっていうと、今映っている画面は dmm.com さんの電子書籍を表示しています。自分が購入しているね DMM さんで購入した電子書籍を表示しています。まあね、自分の動画以前から見ていただいている方だったら知ってると思うんですけれど、ルルカはねめちゃくちゃ電子書籍を購入しています。電子書籍って言ってるけどね、書籍っていう言い方がねなんとなくねいい響きだからね電子書籍って言ってるけど、基本的にね電子漫画ですね。書籍って言ってるけど、まあね何回かね電子書籍買ってます。あ、電子版の小説買ってます。まあ基本的にね買ってしまった電子版の小説っていうのは間違えて購入したものになります。こういう感じのねいろんなタイトル出ているので、まあタイトルだけ見てね、あ、新作出てるじゃんと思って購入したらね、まさかのね小説版みたいな感じで、まあ失礼な話なんだけどね、まさかのっていう言い方も失礼なんだけど、自分はね漫画を買いたかったのに間違えてね小説版を買ってしまったっていう時以外では基本的には電子書籍で小説購入しません。なんですけどね、まあ、こうやって見ていただければわかると思うんですけど、自分はね異世界転生ものが大好きです。めっちゃ買ってるんだけどね、異世界転生ものとか、まあ、オレツエ系が大好きです。なのでオレツエ系とかね異世界とか、まあ、転生系見つけると、まあ、片っ端からね電子書籍購入しています。で、まあね片っ端から購入して見ている感じなんですけれど、まあなかなかね漫画って、まあ、早いものでも3ヶ月から4ヶ月に1回しか出ませんよね。で、出ない本だともうそれこそね1年に1回とかしか出ない漫画もあります。そうなるとね、まあ、購入してみる、やべえ続きが気になる、まあ、これ基本ですよね。まあ当然でもあるんだけど、やっぱね続きが気にならないとね続刊買ってもらえないんで、まあ作ってる側としてはね、まあ、気になる展開でとりあえず締めて次回ご期待くださいみたいなとか、まあ普通にね連載でやっているものであれば、まあ、月刊誌買ってよとか週刊誌買ってよっていう感じになると思うんですけれど、まあ自分はね我慢して、まあ次の巻が出るのをね毎回待っている、楽しみに待ってるっていう状態だったんですけれど、ここ最近ねちょっとねその流れが変わってきたので、その話をしようと思います。前置きが長くて申し訳ない。まあ一応ね前置きしても話はつながってくるんだけどっていう感じでね、漫画の方出れば出ただけ個人的には購入しているんですけれど、まあ、続きが気になってしょうがないという状態で、つい最近とか、まあね、最近気づいてしまいました。自分がね、読んでいる漫画、まあ、この辺出てるやつね、の大半が、なんて言うんだろう、もともと素人っていうのかな。まあ、元からプロを目指そうと思ってやってたりとか、プロでやってる方もいると思うんですけど、小説家になろうかな。まあ、俗に言うね、ナローズ小説ってやつですかね。に、上がってる、本が結構多いんですよね。自分が見てるやつの転生系に至ってはかなりの確率で、そういう感じフリーで見れる小説サイトにアップされているものがほとんどになります。なので、まあ、それを知ってしまってね、まあ、基本的に小説は苦手なんだけど、やっぱね続きはすげえ気になっちゃって、めっちゃいいとこで終わるから我慢できずに小説を見るようになりました。ナローズ小説ね、で見始めたんだけど、やっぱね、まあ、コミック面白いだけあって、まあ逆だよね、むしろコミック化されるだけのことがあって、原作が面白いです。やっぱ自分が見ている漫画の原作で、しかも嬉しいことに、嬉しい悲鳴なのかな、もうちょっとやばい悲鳴でもあるんだけど、もうすごい長い間続いている小説が多いです。結構コミック版されるまでの間にものすごい年月が経ってるらしくて、もうほんとね 4,5 年分とか溜まってるナローズ小説ね、ザラです。ものすごい数です。なので、まあ、見ても見ても終わりません。で、基本的に電子書籍、漫画見るときと同じように iPad で自分の場合はそのナローズ小説をブラウザーで見ています。それに関してはね、もともと無料のものなんで何でもない話にはなるんだけど、まあ、ただね、まあ一日何時間もねその小説を読んでると目の方がものすごい疲れてきます。で、自分の場合はね、まあ、これに関してもいろいろ話してるんだけど、目の疲れの対策としてね、まあ一番簡単ので言うと目薬つけたりとか、あと目のマッサージ器使ってみたりとか、まあ定番であればね、温めるやつ、チンして温めるやつ使ってみたり、あとはまあ一番ね自分がおすすめしているのがブルーライトカットするメガネですね。ジーンズ PC、 これつけてるんですけど、ジーンズ PC をつけたりとかと、
目のね対策めちゃくちゃしてるんですけど、それでもねやっぱ疲れるんですよね。長い間ずっと小説読んでると、もともと文字が読むのが苦手っていうのも含めて合わさってね、すごい目が疲れてきてしまって、だけどちょっと見たく続きが見たくなるっていうのでね、ふと考えました。液晶画面って疲れるよね、 iPad の画面ね。それでも iPad って画像がねすごい画質が綺麗なので、目の疲れはある程度ね緩和されている部分はあるんだけど、それでもすげえ疲れるなってことで思い出したんですよね。電子書籍だけど目が疲れにくいってアイテムあったよねっていう、お分かりでしょうか。まあ、ガジェットとかね好きな方だったり、電子書籍を結構読む方であれば、一度はねどうしようかなって悩んだことがあったりとか、実際に購入された方もいると思うんですけれど、こちらになります。ちょっと見にくい、ちょっと汚くてね申し訳ないんだけど、こちらね Kindle Paper White になります。なんかね結構放置されてたんでね、汚いけど、申し訳ないね。こんな感じ、 Kindle Paper White で、これね Amazon さんが作っている電子書籍になります。電子書籍リーダーってやつかなになります。 Kindle、ここに Kindle って書いてあるんだけど、それのペーパーホワイトってやつになります。で、 Kindle ってね何かって、ちょっと iPad さんね軽く後ろに行ってもらって、Kindle さんにスイッチするか、はい、こっちにね入れ替えようと思うんだけど、はい、このね Kindle さんっていうのは基本的に Amazon で売ってる電子書籍を読むための電子書籍リーダーになります。で、Amazon で買ったね電子書籍を見る際に、なんて言うんだろうな、こういう感じでねやると分かると思うんだけど、液晶っていうよりも、なんかなんだっけかな、電子インクってやつだったかな。その辺の詳しいのをね説明しなくて申し訳ないんだけど、とりあえずすんげー楽に言うと目が疲れにくい電子書籍リーダーになります。普通の iPad とかで見るよりもものすごい目が疲れにくくて、なんかもうね紙で読んでるかのようにみたいな売り、 Kindle Paper White の売りが、紙を読んでるような感じで見れるよっていうのが売りになります。で、こいつが思い浮かびました。ただ自分あくまで買ってるのはね iPad だし、もちろん小説、そのナローズ小説っていうのはブラウザーで読むものになります。なのでって考えた時に、ちょっとね思い出したんですよね。そういえば Kindle Paper White って前なんかブラウザー機能ついたよなと思って、はい、これがねそれになります。今ブラウザー機能で表示しています。はい、どうでしょうか、ブラウザー機能。文字がねかなり小さいっていうのが痛い点ではあるんですけれど、これでね見るとね、確かに文字は小さいんだけど目の疲れは圧倒的に少ないです。こういう感じね、白黒なんですけどね、すごい目が疲れにくいし、利点としては、あとはね、電池消費がものすごい少ない。iPad とかね、ナローズ小説読んでても、電池ね、かなりの量減ってきます。もちろんバックライトとかもね、暗くしたりすれば長持ちするんだけど、それでもね、そういうのを使ったとしてもね、圧倒的な電池持ちです、こっちは。ただ、欠点もあって、ブラウザーなんだけどね、これ。画面のね、こう、スライドがね、あんまスムーズじゃないとこですね。こういう感じで。この、電子インクかな？その辺の特性上仕方ないんですけど、このね、画面スライドはね、スムーズじゃない、あんまり。だけど、別にね、困ることもなく見ることができます。で、画面小さいんで、あとね、文字を大きくすることもできるんだけど、このまま文字を大きくするのがね、欠点。やってますね。こういう感じで、画面が小さいんでね、もともと。ペーパーホワイト自体が。なかなか画面を大きくすると見にくい感じになっちゃうので、見るのであれば、基本の大きさ、この一番最初の大きさでね、見なきゃいけないっていうのが痛い点です。ただ、ちょっとね、裏技っていうか自分がね、気づいた方法としては、ここで、記事モードってあるんですよ。選択にね、ブラウザーのやつに記事モード。っていうのにすると、ちょっと文字大きくなります。はい、こういう感じで文字が大きくなるので、見やすくなります。大きいね、文字にしようとすると、画面がね、ちょっと、ちょっとブラウザー自体がね、これ、お試し版みたいな感じになってるので、うまく発動しないんですけれど、このね、記事モードにすることによって、文字が大きくて、こうやって一応ね、見やすくなるので、いいんじゃないかなっていうのを発見しました。個人的には、文字もね、潰れないんで、普通のウェブモードでもいいんじゃないかなと思うんですけど、画面小ささね。なんですけど、やっぱちっちゃい文字だとね、気になるよって方だと、このね、記事モード、結構ね、おすすめになります。記事モードで見ることによって、文字がね、大きくなりますんで。
濃い感じですね。大きさで言うとこんな差、だいぶ大きくなりますよね。うん、っていう感じで今回はまあね、本当はねこのナローズ小説に関しても自分が読んでるのレジェンドってやつ読んでるんだけど、書籍化だったりもちろん電子書籍化もされています。このレジェンドに関してはね、まあされていないものも、自分がね購入している電子書籍のね漫画の中にはまだね小説化本でね出ていないものとかもあるんですけれど、普通に電子書籍でね小説出てたりとか紙で出てるものもあるので、まあ買って応援するのが一番いいと思うんですけれど、まあ一応ね自分に関してはこの小説で読んだとしても漫画はもちろん買います。漫画で応援しようと思っています。うん、まあその辺に関してはね個人差あるのかなと。あと一応こういうので見ることによっても再生数っていうかね PV 数ですかっていうのを稼げるので、まあ例えばね書籍化されるときに何万 PV 達成したなんとかです、大人気なんとかですみたいなのが出てくるので、まあこれで見る分にはね違法でもないのでありではないかなと思います。でまあねこれを見て気になるようであれば、まあ本当の電子書籍で購入するもよし、本でね購入するのもいいと思います。ということで今回はナロード小説、まあ小説家になろうを Kindle Paper White で見ると意外といいよという、はい、そんな動画になります。まあ、こんな感じでねガジェット関係の動画だったりとか、最近ではゲーム実況結構上げていますので、よろしければチャンネル登録いただけると嬉しいです。その他ねいいねコメントもぜひぜひください。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。